ロンロン和装チャンネルへようこそ。装飾人のロンロンです。はい、今日もね、ドラゴンズ勝ちまして、セリーグで両リーグかな、両リーグ合わせて、最初の2桁勝利になったということで10勝をマークしたということで、直近が6でしたかね。よくすげえよく今年は勝ってるんじゃないかなと思います。でね、そこの中でもね、今日の何月ですか、4月の17日の試合で、今日どうしても一言言いたいの話がありまして、これをやらさせてもらってます。でどれかっていうと、8回、松山投手が登板した時ですね。その時に、最初のバッターやったかな、インコースまっすぐ、多分まっすぐだと思うんですけど、ちょっと指引っかかってスライダー回転してデッドボール。で次のバッター迎えて、まあ当然動揺してます。かなり動揺してる感じはあったと思います。でもまあ落ち着きながらね、松本氏投げてましたけども、ピッチャーゴロ、ピッチャーこの辺ですね。本当にグラブ出せば全然取れるところのピッチャーゴロだったんですけども、ランナー一塁ですよね。ノーアウトランナー一塁、ピッチャーゴロ。で、打球のスピード考えて、これはゲッツー取れるって思った時に、グラブ引っ込めました。あれはすごい。さすがプロだなと。あれ、やっぱりね、自分がデッドボール出してるんで、自分が取りたいんですよね。自分がアウト取りたくなるんですよね、どうしても。でもあれ、ピッチャー取っちゃうと、案外ゲッツーって成立しにくくって、タイミングがずれたりとか、綺麗にセカンドショートが入れなかったりとかして、そういうのゲッツーなかなか取れないところなんですけども、グラブ引いたことによってショート山本選手だったんですけど、山本選手が取って、でそのままベースを踏んでって言いたいところなんですけども、非常にベースに近いところで取ってしまったんで、ちょっと前気味、ベースの一歩ぐらい前かな、前気味のちょっと非常に手前近いところで取ってしまったんで、もう無理やりベースを踏んで、無理やりもう手だけで、もうこっから肘から先だけですね。肘から先だけでピッと投げて、もうボールふわーってしたボールです。あれはもうちょっとなんかやりようがあったのかなと思ったんですけど、でもまあまああれはあれで、あのギリギリのプレーだと思いますんで、あれはあれで正解だと思ってます。で、そのね、ふわーってしたボールを、中田です。ファースト、中田選手。取ったんですね。取ったっていうか、ワンバウンド。だったかな、うん、ぐらい、ちょっとハーフバウンド気味のワンバウンドだったんですけども、まあ体は伸ばしてるんですけど、グラブは引いたままタイミング合わせて、ボールにのバウンド合わせながらグラブ使ってて、やっぱすごい上手かったですね。あのファーストのプレーはね、なかなかできないプレーだなと思って見てました。当然ね、ショートも一緒、かなり上手いこと踏んで、無理、体、本当に体と腕の振りがバラバラな状態で投げたんで、かなり大変だったと思います。松山投手もちゃんと引いて、これはゲッツいけるって言って、自分が取りたいところを抑えて引いたっていうのは、あれはついついね、野球選手って本能的にボールが来ると取りに行っちゃうんです。本当になかなかね、グラブを引くってことはできないんですね。で、あれを引けたのは、あれはまずすごかったなと思って正直思いました。はい、その後のプレーもすごかったです。で、中田選手のあのワンバウンド、ハーフバウンドで、しかも緩いハーフバウンド、速いハーフバウンドって、大体来る位置正直わかるんです。跳ね方って。大体決まってますから。これはこのぐらいで来るねってわかるんですけど、緩い球ってどっちに跳ねるかわかんないし、ましてや、アンツーカーの中、土のところだったんで。で、やっぱスパイク跡もありますし、どこに当たるかわかんないから、一番怖い野球なんですよ。打球じゃない、球なんですね。送球的には。それをうまくこう、肘をうまく使いながら取ったっていうのは、あれは、さすが、中田選手だなと思って、見てました。はい、今日の、一言言いたいはこのワンプレーでした。このゲッツーでね、このゲッツーで勝てたというよりも、まあ、その前から、先発の涌井投手もね、ゲッツー2個取って、結構ゲッツーでうまいこと、ダブルプレーですね、ダブルプレーでうまいことピンチ切り抜けてましたんで、いい流れのまま今日は1試合終えれたなという感じでした。はい、今日はそんなところになります。こんな話でもですね、面白いなと思っていただければ、チャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、何かあればね、コメントいただければ、それに沿ったことで、
ちょっと企画してやっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。またねー。バイバイ。